こんにちは、ベストスタイルの堀江です。今日は、足の動きの影響が靴選びに影響するよっていうお話をしていこうと思います。よく靴選びのご相談で、横幅が当たってちょっと合う靴がないなとか、足裏にマメができて困るんですよねって話をよく聞くんですけど、大体足見させていただくと、アーチが潰れて、うまく足が動いてないとか、足指がうまく使えてないとかっていう方が多い傾向にあるかなと感じてます。で、足がうまく動かないと、どういうふうになるかっていうと、ここに足の模型があるんですけど、この内側、外側、横、アーチって3つあるんですが、そこがうまく動いてくれることで、適度な高さができたりとか、このたわんでくれることで、衝撃吸収したりとか反発したりっていう力が側部にはあるんですけど、平たく言うと、そこがうまく機能しないことでこいつがペチャンと潰れて、潰れれば横に広がったりとか縦にガッと大きくなっちゃったりっていうイメージ、感じになってしまうんですけども、そうさせないために足指をちゃんと動かすことでアーチを整えて足本来持ってる力を引き出しましょうねっていうのを足育ではやってます。で、そこのうまく足が動かないことで横幅が、無駄に大きくなるとか、で、その結果、靴の横が当たって痛みが出ちゃうとか、あとは走ってる中で、この足がしっかり踏ん張る力が少なすぎて、走れば走るほど、この靴の中敷き、と足の裏が擦れることで摩擦で豆ができちゃったりとか、つま先が当たって豆ができたりとか、中には爪が内出血して爪が剥がれるのがもう日常茶飯事ですって方もいらっしゃるんですが、そうならないために足育にちょっと目を向けていただきたいなっていう風で、レッスンしたりとか、講座をやってます。で、ちょっと講座のご案内の動画なんですが、はい、こういう講座を今やってます。これで2回目、2年目になるんですけども、今年の10月からリニューアルしました。内容としては、堀江が伝えたい月間100キロでサブ4を目指すあれこれ講座っていう題名なんですけども、4時間切るために、どういうことするといいですよっていう話を、通年でやってるんですけども、その中で、足部、足首周りだったりとか、股関節のと膝、っていうところでちょっとカテゴリー分けてやったりとか、あと体幹、どうやって使ってこうねとかっていうのをやってます。で、今年の10月から、痛みと体の作り方と動きっていう風に、それぞれ、3つのカテゴリーを、またそれを3つに細分化してやってる講座になります。で、まず、10月に痛み改善編っていうのは終わっちゃったんですけど、こうですね。あ、ここか。はい。11月22日に体づくりっていうテーマで、今回もまた講座をやっていきます。2時間半っていう超対策なんですが、受けていただくと、体がどうやって変わるよとか、こういう体感、こういう体の変化を体感してもらいますよっていうのはいろいろあるんですけども、まずはこの足の影響で靴選びに悩むっていうことを、一人でも多くのランナーさんになくなってほしいので、ぜひ、靴選ぶの困ってんだよねとかっていう方は、もしかしたらこの足をうまく動かせるコツをつかむだけでも、痛みの改善とか、靴の難民から脱出できるかなと思いますので、ぜひ受講してみてください。今回靴は走る距離とか、走るスピードとか、そこで選んでいただきたいんですけど、靴に悩みがある方は、足が当たらなきゃ、足が横幅が当たらなきゃいいわとか、豆ができにくいって言ったらいいわとか、そういう基準で選びがちになってしまうので、それの最終的なところで、裸足で走るかとか、裸足が悪いわけじゃなく、わらちが悪いだけわけじゃなくて、選択肢の一つとして、裸足だとかわらちだったらいいんですけど、横幅が当たって困るからもう脱いでしまえっていう感覚はちょっと僕的にはどうなのかなと思いますので、まずはその靴を選ぶ選択肢を増やすっていうところと、あとは走ってて痛みを減らすっていうところの観点から、ぜひこの足を育てるっていうところ、足を作っていく体づくりっていうところにちょっと目を向けていただけるといいかなと思いますので、ぜひ受講してみてください。11月22日に開催しますので、
スタジオもし来れない方でもオンラインでつないでお家で見ていただくこともできますし、動画を後で見ますっていう選択をしていただければ、ご自宅で、まあ、1ヶ月間何回でも振り返りをしていただけるように、動画をお見せすることも可能ですので、まあ、正直やらない言い訳はできないっていうのが僕のレッスンにしてもトレーニング提供する中でのコンセプトなので、まあ、動画をうまく使ったりとかオンラインツールをうまく使ったりしていただくと、まあ、スタジオに来なくてもそういう知識を得ていただけるかなと思いますので、まあ、当日時間タイミング悪くても、まあ、後から時間取っていただければなんとか勉強してもらえるかなと思いますので、ぜひ、ご参加お待ちしております。動画視聴いただきましてありがとうございます。